そうですよ。今日は、あのチーズエキスポだし、まあね、チーズが乗ってるでしょ。そうなんですよ、ね、ピザになろうと思ってきたんですけど、はい、今日ティラノサウルスレースあるからさ、私たちより全然あのみんなの方が目立ってて、ちょっとだけ気まずかったありがとうございます。気持ちだけ受け取ってください。拍手ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとあの、脱ぎます。そうですね、やっぱちょっと普段 この後の曲集中できないと思うんで順番に脱いでいきましょう。はい、はい、ちょっとまずじゃあ心さんからちょっとお着替えいってきてください。はい、いいですよ、いいですよ改めましてイエスハッピーと言います。よろしくお願いします。あの私たちこのねエキスポシリーズもうレギュラー出演させていただいてるんですけど、あのチーズだけじゃなくてね、また来週、来月から始まる、いつから始まるんでしたっけ、ラーメンエキスポは。今週からもう始まる。次はラーメンエキスポがね、はい、こちらで開催されるんですけど、私たちそのラーメンエキスポなんと3回も出演させていただきます。やった、嬉しい、ありがとうございます。その時はこんな服は着ないと思いますが、ぜひその時も着てほしいですが、はい、じゃあちょっと着替えて着きます。さやかと言います、よろしくお願いします。ゆさぴーの心と言います、よろしくお願いします。今ね、あのラーメンは着ないとは言ったんですけど、ラーメンの時はね、あのマスターが帽子を用意してくれててこのイベントのステージの、ね、責任者の方が、偉い方が、はい、いつも私たち専用のね、はい、
チャイナ帽って言うんですか、うちの可愛いあの帽子がいつも用意されてるので、うん、多分そういう格好するんですけど、またぜひね、あの3日間出ますので、はい、またお知らせがあったらぜひその日めがけて遊びに来てもらえたらなと思っております、はい、イエスハッピー、イエハピと言います、よろしくお願いします。今日はよかったね、雨降らなくてよかったね、今日だけ逆に暑いぐらい、そう昨日ねちょっと天候悪くて心配だったんですけど、今日はご家族連れもね、もちろん一人の方もね、あの遊びに来てくれてるので、あのよかったら小さいお友達も大きいお友達もイエスハッピーと一緒に踊ってもらえたらなと思います。次の曲は両手を上げて踊る曲なので簡単なので、よかったらあのお食事中以外の皆さんはライブ楽しんでダンスしてもらえたらなと思います。それでは聴いてください、レバーマインド。気にしないでよね、君のために生きることに決めてるのに、無理もしたり
眩しさに弱いんで、あの皆さんたくさん踊ってくれてありがとうございます。ありがとうございます。本当初めての方たくさんなのに、ありがとう、楽しそうにしてくれてありがとう。TikTok とかやってる？やってない。私たちもねやってなくて、よかったらの SNS で広めてもらえたら嬉しいです。イエスハッピーと言います。よろしくお願いします。ありがとうございます。嬉しいね。ありがとうね。今日はね、たくさんいろんなお店も出てるので、まあ、チーズ好きな人が集まってると思うんですが、はい、ライブをわざわざ前の方に見に来てくれた皆さんもありがとうございます。ありがとうございます。お食事中の皆さんも手振ってくれてありがとうございます。ありがとうございます。ぜひね、次に始まるラーメンエキスポでもお会いできたら嬉しいなと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。じゃあ次は暑いな。暑いね。さっきみんなと練習したサウナの曲を踊りたいと思います。踊りましょう。今はこう両手上げたでしょ。次は上上下下上上下下で、はい、これですね。
何ジュリアナ、こういう感じでペース持ってる人もいらっしゃると思うんですが、よかったら簡単な振りなので皆さん一緒に踊ってくれたら嬉しいです。それでは聴いてください、サウナウナ。それじゃ皆さん一緒に踊ってね。
キャーとかやってもらえるからテンションが上がってしまう。イエスハッピーでーす。こんなんもっとやってほしい。イエスハッピーでーす。ありがとう、ありがとう、ありがとう。次も絶対来てね。12月もね、私たち8、14、28とね、定期的にここでねラーメンエキスポ出演しますので、ぜひ遊びに来てください。イエスハッピーでーす。ありがとう。あと私、私だけなんですけど、今日ね、アサレンガールズというユニットがね、このライブの最後に出るんですけど、今日吉本お笑いライブもあるんですけど、吉本の芸人さんとね、ガーヤマちゃんと、神戸のバンド渡辺フラワーのイクローさんと3人でヒップホップユニット、ヒップホップハテナユニットをねやってまして、そのねライブでも私この後出演しますので、よかったら最後までライブ見ていてください。よろしくお願いします。楽しんでください。じゃあ次最後の曲なんですが、はい、こっちゃんと歌うのはだから最後、次の曲で。本当だ。じゃあ皆さんハートを一緒に作ってもらってもいいですか。みんなハートを、サビのところでねハートを作って踊る振りがあるので、よかったらラスト一緒に踊ってくれたら嬉しいです。みんな一緒に踊ってくれますか。イエスハッピーと一緒に楽しんでくれますか。ありがとう。それでは最後の曲聴いてください。ダーリン、幸せそう、幸せ出てない、愛してる、どう思ってる、
刺したら書いてあるけど、あの後ろで見てるカップルがもうなんならもうこうやって私たちのことを見てたんで、なんかいたたまれなくなりました。いいことだね。いいことだよ。2人でハート作ってくれてもよかった。本当に皆さんありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。またラーメンエキスポでもお会いしましょう。ありがとう。じゃあ家さんまたねラーメンエキスポも来るんですけど、この後こちらの方で CD とか写真のあの物販とサイン会させてもらいますので、よかったら遊びに来てください。じゃあこの後もチンドエキスポ楽しんで帰ってください。ありがとう。楽しんでて。